これから演習問題 9.7 の解説を始めます。カメラのアングルも自分で回します。問題はこういう問題です。これが存在しないことを示しましょうという問題です。これが存在しないことを示すので、点微分してみます。終わらないので早くやります。カメラのアングルを変えます。これをすべて y のところを x に変えればいいだけですので、y x の4乗足す x なんだって違うわ。x の次乗足す x の次乗の次乗の x の4乗足すことの 3x の4乗引くことの 2x の4乗ということで、4x の次乗分のいくつでしょうか。違います。4x の4乗です。これとこれが消えますので、2分の1になります。はい、2分の1になりました。さあ、ついでなので下にやりましょう。 y イコール
マイナス X に沿って XY を00とします。あ、すいません、書くの忘れました。Y=-X に沿って近づけてますので、すべて Y のところを -X に変えます。そうすると、一見同じに見えますが、ここだけが違って、マイナス 2X のマイナス Y3 乗ということで、ここで符号が変わります。ということで、あ、間違えました。マイナス Y じゃなくてマイナス X。こう近づけたときは2分の1ですが、こう近づけたときは2分の3となって極限が変わってしまいます。ということで極限は存在しません。ということでこれでリミット XY00 のラウンド XX 次乗たす Y 次乗分の X 3乗たす Y 3乗の極限が存在しないことが証明できました。これで終わりです。これだっけ？